はい、ご機嫌さまです。男性の山下秀子です。対馬瑠璃子先生をお招きしてますね。はい、先生、ようこそおいでくださいました。まあ、それも、更年期障害って一般的にはね、ホットフラッシュだなんだとかね、そんな程度の理解しかないんだけど、うん、そういう本当に恐ろしいような症状も出るんだってことは踏まえておいた方がいいですね。体の反逆があるんですよ。反逆か。だってそこまでさ、ホルモンはある程度あって、更年期を境にホルモンがゼロになるわけだから、この子ガクンとエネルギーレベルが下がったところで、うんうん、いろんな、それこそライフイベントがあるわけでしょ。うんうん、ね、子供がどうとか、うんうん、親が介護だとか、うんうん夫が病気だとか、いろんなのガーンって来ちゃうわけ。うんうん、マルチタスクの女性にはね。はい、そこで、支えきれなくて、ドーンって体が、調子が反逆を起こすみたいなところがあります、ね。反逆の仕方があんまりですね、みたいな場合があるってことですね。本当よね、うん。私もね、だから、単なる、知識の上でとか、うん、それからこうやればいいはずとか、うん、そういうんじゃなくて、うん、やっぱりこう自分の、生き方とか、価値観とか、うん、そういうのを見直しながら、うん、まあ、この根っこ、大きなギャップを、どういうふうに軟着陸させるのかっていう、うんうん、ふうに考えなきゃいけないって思ったのね。まあ、それが、更年期の過ごし方なんだなっていうふうに思いました。そうね。単なる、じゃあね、手足が冷えますね、なんかほててますね、じゃあこうしましょうっていうんじゃなくて、もうその、自分自身の人生、うん、もう全部振り返るっていう、うんうんその時期だっていうことをよくよく心していないとね。そうですね。100年の人生でしょ、今。うん、で50歳の変形、うん、まあ、ホルモンのね、うん、低下があるので50歳前後だから、うん、ここがもう本当に、セカンドステージに入るための大きな転換点になるんですよ。よく言いますよね。僕よく言うけど、でも本当に。そうか、体験してみてね。体験して本当にそうなんだ。でもね、生まれ変わる痛みだみたいな。そこを通り過ぎて、60ぐらいになると、そういえば更年期ってこんなこともあんなこともあったって思い出すんだけど、でもその時はね、なんかこう、夢中で。わかんないのよね、うん。でも客観的に言うと、あ、それ、更年期でしょっていう感じ。そうですね。私もね、もうすっかりね、忘れてる年齢に入ってますのでね、ある意味幸せですよね。そうですね。うん、もうやっぱりね、更年期過ぎてからなんか、人生が楽になったし、うん、その後、さらに人生が面白くなったっていう経験をしてますから、うんうん、それはぜひ言ってあげたいですよね。うん、なんか、もう50だ、60だ、落ち込む必要はないよね。本当に自分の人生を歩めるのは、この更年期過ぎてからだなっていうのがね、やっぱり私も、こう、ぜひね、伝えたいなって思ってますよね。うん、ああ、そっか。でも本当、更年期過ぎた女性こそ、健康であればね、そうですね。いろんなことができるんですよね。そうですね。でもっと社会は、その、エネルギーとかパワーを活かせばいいのにね。ですよ。そう、そういう点では、検討してきたな、更年期以後検討してきたなって思いますね。うん。瑠璃子先生にはかなわないけど。いや、なんかでもほら、はい、あと何年し働けるかなとか思うじゃない、うんうん、で、マックス、例えば20年働くとしたら、はい、その中で何ができるかなって思うわけね。うん、でも、まあ自分の体ってそんなに、優秀にはできてなくて、はい、なかなかポンコツなところがあって、まあ弱いところは、はい、いろいろあると。うん、まあその中で、できることって何かなと思うと、かなり絞り込んで、好きなことだけやっていこうっていう。そう、それは断捨離が必要だってことですよね。そうですよ。もうね、生き方の断捨離もね。ですよね。まあでも私も、まあ結構こう、あれもこれもと、頭の中で思うたちだからね、まず断捨離はね、常に必要だなって思いますよね。何でも手出したがるんですよね。でも、できないくせに手出したがるっていう癖もあるんでね。じゃあ先生ね。DVD 付き断捨離入門講座は、Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は、どうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらに
お得な情報はここからゲットしてくださいね。